磨きニシンととは、のの干物のことである。水揚げされたニシンは生の状態では日持ちがしない。冷蔵技術が発達していない時代では内臓や頭を取り除いて乾燥させるのが一番合理的な保存法だった。大量のニシンを日本各地に流通させるために干物として加工されたものが磨きニシンである。すでに教法2年のマセキエゾにニシンの加工品として 丸星にしん、数の子、白子などとともに、にしん磨きが記載されている。磨きとは、戻した干物が筋ごとに書きやすくなることからついた俗称で、磨きにしんという表記は誤りである。また、油の少ないものが、上物とされ、上管という。かつて、北日本、特に北海道の日本海沿岸では、春になれば、 海が白子で海岸が白く染まるほどニシンが押し寄せ、漁獲されたニシンは浜に数尺の高さに敷き詰められ、人がその上を往来するほどだった。江戸時代から、ニシン漁で各地の漁村が栄え、ニシンで財を成した各地の網元の、ニシン御殿と呼ばれる豪邸が、今も当時の映画を伝える。水揚げされたニシンは、番屋などで、干物や、ニシンカスに加工され、 内地に送られ保存に適したタンパク源として流通し、またエゾ地開拓の資金源となった。京都では磨きニシンの煮物がおばんざいの定番となっているほか、日本各地で磨きニシンの煮物やニシン漬けが伝統料理となっている。明治期編さんの玄界では、ニシンの干物は貧人の食とすと記され、かつては安価で貧困層の食物だったが、後に漁獲口の減少から、 ニシンが値上がりしたため、現在は高級食材となりつつある。まず、水揚げしたニシンを、廊下と呼ばれる板倉に収蔵する。数日ほど経過すれば、ニシンの魚肉が軟化し数の子が固まって処理しやすくなるので、手首をはめた手でエラ蓋を開いて腹を裂き、内臓と数の子、白子を抜き取る。内臓を抜き取ったニシンがある程度溜まると、わら縄で22か23匹ずつ結束する。 この結束したニシンの束を、レンと呼び、五十か五十レンで、一本と呼ぶ。二人がかりで処理する、ニシンの量は、一日で八本が、目安とされた。縄につないだニシンを二日ほどなやに干し、サバサ切りと呼ばれる薄刃の包丁で尾から頭に向けて、開き、さらに二週間ほど乾燥させて完成させる。百本を樹皮で湯わいたものを一束とし、十四束を一こりに、して、 秋田県、山形県、新潟県など、東北、北陸方面に出荷する。ニシン潰しの際に出た数の子は干し上げた後、食品として出荷し、白子や笹は北陸方面に肥料として出荷する。ニシンは脂肪分の多い魚で、内部までゆっくり乾燥させないと腐敗するため高い技術が要求された。寒風が吹く北国に向いた特産物である。 日清、干し場の土壌には大量の日清油がにじみ込んでいるため、狂気が済んだ春以降は畑として利用された。明治大正時代の日清漁場では、日清をさばいて加工する作業を日清潰しと呼んだ。現在では、よく洗った日清を機械干しし、加工しやすい程度に水分が落ちた時点で3枚に、下ろし、再度送風による機械干しにする。1週間程度乾燥させたところで、 頭などを落とし成形し、1ヶ月程度倉庫で熟成させる。一般的に魚の干物は焼いて食されるが、磨きにしんは、米の研ぎ汁や米ぬかを溶いた水につけて戻した後、煮物や甘露煮などに加工して食べることが多い。柔らかくに含めた磨きにしんを具としたにしんそばは、京都や北海道西部の名物となっている。一方、北海道や東北地方では、 酒の魚として、ニシンの半生干しに味噌をつけてそのまま食する食べ方も、ある。ニシンを野菜と共に漬け込んだニシン漬けは、陶器の北日本では貴重な保存食となり、ニシンを昆布で巻いてに含めたニシンの昆布巻きは、日本各地で広く食べられている。ありがとうございます。